サワディカップ、ナマステ、皆さんこんにちは。今日もですね、ウイルスが流行ってるんで、一人でできるトレーニングを紹介したいと思います。というくだりをね、もう何回も何回もやってるんで、僕もあれですし、皆さんも引き飽きたと思うんですけど、とりあえずやりたいと思います。はい、今日もサンドバッグと友達になりましょう。もともと僕はサンドバッグしか友達がいなかったんですけど、サンドバッグを使った一人でできるトレーニングを紹介します。これはね、タイのムエタイジム、タイのムエタイジムに僕が行った時に、どこのね、タイのムエタイジムもやってる、やるトレーニングですね。三種の神器、ムエタイ三種の神器と言われるぐらい、まあ、僕勝手に言いましたけど、どこのジムでもやってたトレーニングです。バンコクのムエタイジムで、バンコクに限らずですけど、プーケットだろうが、チェンマイだろうが、タイのね、ムエタイジムで、みんながやってました。はい。僕も、タイ人の先生に、やりなさいって言われました。はい。そのトレーニングを紹介したいと思います。はい。これはね、まあ、有名だと思うんで、知ってる方も多いと思いますけど、初心者の人に、はい、紹介させてもらいたいと思います。まずは、前蹴りですね。交互に。まあ、交互じゃなくてもいいんですけど、前蹴りを打ちます。前蹴り。打つというか、まあ、タッチでいいです。タッチでいいです。もちろん蹴ってもいいです、これ。ね。蹴って、蹴って、蹴って、蹴ってもいいし、初心者の人であれば、最初のうちは、タッチ、タッチでいいです。触る、触るで、十分です。はい。はい。これなんですかね。ちょっと、僕、あんま上手くないですけど、こんな感じ。もしくは蹴ってもいいです。グワン、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 グワンでもいいし、プッシュ、プッシュでもいいし、ね、触るだけでもいいです。前蹴りを交互に打ちます。まあ大体50回ぐらいやればいいんじゃないですかね。はい。次ですね。これはもうみんなもよく見た時あるシーンだと思いますけど、タイ人の人がね、ムエタイ選手がよく練習してますよね。ちなみに余談なんですけど、マニアックな話でいらない知識だと思うんですけど、このサンドバッグ、膝蹴り専用って言われてるんですよね。ここの、この皮の部分がね、厚いんですよ。ここ膝で蹴るんですけど、それに耐えれるように、何百発、何千発蹴っても耐えれるように、ここの皮が厚いです。で、なおかつ、持ちやすいように、ここですね、取っ手みたいになってます。取っ手って言っていいかな。持ちやすいんですよ、ここね。ここを掴んで、スイングに打ち込みます。ちょっとやりますね。こういう感じです。膝と打つんですけど、初心者の人だったらね、これ別に、ワンレッグでいいです。片足でいいです、最初はね。最初は片足でいいんで、バン、バン、バンで。しかも膝、ストライクじゃなくて、タッチでいいです。打つと疲れるんで、タッチでもいいです。もちろん慣れてきたら、こう、打てばいいんですけど、そして慣れてきたら、さらに慣れてきたら、交互に、こう、打てればいいんですけど、最初のうちは、片足でタッチでもいいです。これね、今ね、僕は恥ずかしながら今、息がハーハーすごい上がってるんですけど、ちょっと気持ち悪くてごめんなさい。すごい疲れるんですよ。で、単純に、まずサンドバッグを、この取って持って押さえてます。これ押さえないと、膝蹴り打った時に、まぁ、ちょっと極端ですよ。サンドバッグいなくなるんですよね。なので、まぁ、連打するのが難しいんですよ。バーンって言って、次打つと、あ、いないってなってるんで。なので、サンドバッグをある程度の位置にいてもらうために、手で持って押さえてるんだよね。固定してる状態です。固定までいかないですよね。なので、この、なかったらこう、飛んでいくわけですよ。それを腕力で支えるんで、腕の力使います。はい。そしてなおかつ、膝蹴り打ってるんで、足のね、太ももの付け根とか、足の付け根とか、太ももの筋肉とか、腹筋も使います。はい。で、なおかつ、引いて打つような感じになるんで、背中の筋肉も使います。そして、まあ、片足ずつこう跳ねてるんでね、ポップしてるんで、心肺機能もすごい使います。なので、すごい鍛えるんですよ、これ。なので、タイ人の先生がこれをすごい僕に勧めてました。やれやれ言ってましたね、本当にね。で、これね、別にね、戦う人とかじゃなくても、すごいフィジカル上がるんで、例えば別に極端に言えばね、格闘技じゃなくてもいいんですよ。キックボクシングとか、ムエタイじゃなくてもいいんで、野球やる人でも、サッカーやる人でも、もう相撲やる人でも、もうこれやると、すごいフィジカル上がるんで、まあ、ね、野球のトレーニング場にこれ、ないと思いますけど、サンドバッグ。これはね、すごいおすすめです。本当にね、やってると、フィジカル上がります。はい。すいません。話長くなりましたね。これも、まあ、50回とか。まあ、回数は極端に言えば、その人その人で、
はい、決めてください。体力ある人とか、まあ、もっと上げたい人とかね、はいっぱいやればいいですし、まあ、無理することないんで。あんまり無理することないんで。はい。初心者の人は程よい回数で。上級者の人は、まあ、いっぱいやればいいんじゃないですかね。はい。そして、三つ目ですね。まあ、これはもう、ベタですけど、こっちのサンドバッグでやりますね。ピンク色のサンドバッグでやります。こっち。ちょっと動きます。はい。今度はこのサンドバッグでやりますね。単純に、ミドルキックを打つだけです。まあ、連打というか、連打までいかないんですけど、連打ですかね。緩やかな連打みたいな感じです。すいません。わけわからなくて。やってみますね。まあ、強い蹴りじゃなくてもいいんで、程よい感じで、まあ、スピードも。まあまあ連打します。緩やかな連打やってみますね。こういう感じです。っていうぐらいでいいんですね。まあこんな感じじゃなくていいってことです。まあこれでもいいんですけど、ここまでのスピードはいらないんで、まあ程よい感じで、まあっていう感じで蹴ってください。これはね、もちろん左右やります。僕ちょっとこっちの足怪我してるんで今やんないですけど、右足怪我してるんでちょっとやんないですけど、まあ両方やりましょう。はい。ムエタイトレーニング三種の神器です。もう一回おさらいしますね。前蹴りです。前蹴り。パン。パン。パン、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 パン。はい。そして、スイングにですね、膝蹴り。はい。そして今やったように、まあ、緩やかな連打ですね。これは左右やってくださいね。はい。という感じですかね。このムエタイ三種の神器があれば、ちょっとずつですけどね、フィジカルも上がってきますんで、初心者の方、ほんとおすすめです。はい。ですね、どうなんですかね。まあ、僕みたいにね、もう、まあ、これ関係なく、ウイルス関係なく、僕はもともとサンドバッグしか友達がいなかったですけど、このウイルスがね、長引いてるんでね、皆さんもサンドバッグと友達になる期間が、ちょっと長くなるかもしれないですよね。ね、今ね、僕の住んでる新潟では、今日現在でね、22人、新潟かかってるそうです。はい。今日ね、僕ね、昼、行きつけのラーメン屋さん、まあ、背脂系の、なんとか二郎っていうところに、ね、行ってきたんですけど、いつもよりね、10日ぶりくらいに行ったんですけど、10日前に行った時よりね、明らかに空いてました。うん。いつもよりね、並ばなかったです、全然。そんなところにまで影響が及んでいるようです。はい。早く収まってほしいですね。こればっかしはね、なんとも言えないですけどね。なんとも言えないっていうか、ね、騒いでもなかなか難しいもんがあると思うんですけど、はい。ワクチンなりなんなり出てきたりしてほしいですし、本当になんか自然に収まってほしいですよね。暖かくなってきて、菌が死んだ的な感じで、ウイルスが死んだ的な感じで、この感染止まってほしいですね。じゃないとね、海外旅行とかも行けないしね、東京とかも旅行行けないですよね。はい。本当に地元にずっとこう引きこもってないといけないんで、きついですよね。と関係ない話になりましたけど、すいません。ムエタイ三種の神器、ぜひともおすすめですんで、初心者の人、キックボクシング、ムエタイ、総合格闘技でもね、いいんで、打撃系格闘技じゃない人でもいいんで、初心者の人、ぜひとも、やってみてください。Vem para descer! Vem para descer!